10代の妻に暴力を振るったとして、傷害容疑で逮捕されていた経済評論家、三橋崇明容疑者、本名、中村崇、48、が8日、釈放された。釈放後、ブログを更新し、暴力については、夫婦喧嘩と説明した上で、いかなる事情があろうとも、妻に対する暴力が許されるはずもなく、気鬼の念に耐えない思いでございます。心から反省すると同時に、後悔の念でいっぱいですと謝罪した。一方で、私どもの夫婦喧嘩が、それほどすごい事件なのでしょうかと5日夜の、夫婦喧嘩が7日になって、大々的に報じられたことに、腑に落ちないと疑問を呈した。